MHF チャンネル、チュクチュク。皆様、いつもご視聴ありがとうございます。当店では、DJ を中心に、ドラム、シンセ、DTM など、お役立ち情報を配信しております。最新機材レビュー、アーティストレビューなど、初心者の方も楽しく、楽器や DJ が学べる講座を作っております。埋もれてしまっている、実はすごい製品や、おすすめの製品を発掘して、ご紹介もしていきますので、気になる方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。前回はコルグの NC91DJ ヘッドホンとボックスの VH91 ワイヤレスヘッドホンについて DJ 視点で見て有能なのかどうか、また DJ ヘッドホンの選び方も合わせてご紹介しました。今回は先日発表された Apple のヘッドホン AirPods Max をご紹介します。実機で検証はできていませんが、新製品が出ると真っ先に気になるのが他の製品と性能の比較ですよね。公開されているスペックでの比較や仮説、予測となりますのでご了承ください。用語がかなり多いですので、なるべくどんな方にも分かりやすいようお届けしていきます。全く新種のヘッドホンは買いなのかどうか、ぜひ最後までご覧ください。チュクチュク。まずは AirPods Max の製品情報と特徴をご紹介します。かなり横文字、カタカナ、専門用語が多いので一つ一つゆっくり紹介していきます。米アップルは12月8日ワイヤレスオーディオ AirPods シリーズで初めてオーバーイヤーヘッドホン AirPods Max を発表しました。ヘッドホンの中でも耳をすっぽりと覆うタイプのものをオーバーイヤーヘッドホンと言います。ゆったりとした装着感で高音質が楽しめるので長時間の音楽鑑賞に向いています。 AirPods Max は左右のイヤーカップそれぞれに H1 チップを組み込んでおり、 Bluetooth 5.0 対応のワイヤレスヘッドホンです。この H1 チップというのはアップルが開発したイヤホン向けの CPU になります。10個のオーディオコアを採用し、オーディオ処理のレイテンシー遅延が驚異的に低くなりました。このチップがあることでゲームをプレイする時も音楽を聴く時も一段と質の高いサウンドの再生が可能になっています。第2世代 AirPods で初めて搭載されて以降、 Apple 傘下のビーツ製イヤホン、ヘッドホンにも採用されています。 AirPods Max の発売は日本では12月18日より順次となっており、価格は税別6万1800円で予約注文を開始しています。この価格が一番ネックとなり SNS で大変話題になったのですが、それはもう少し後でご紹介します。40ミリ口径のダイナミックドライバー、アクティブノイズキャンセリング、外音取り込み、ジャイロと加速度センサーを使った空間オーディオは AirPods Pro の機能を引き継いでいます。さらにイヤークッションの吸着度や密着度に合わせて中低音を調節するなど、音質調整を自動で行うアダプティブイコライゼーションも搭載しています。アップルはこうしたオーディオ再生技術をコンピューテーショナルオーディオと紹介しています。 AirPods Max は Apple Watch のようなデジタルクラウン流図を備えています。音量調節や電話の応対、 Siri の起動が可能です。ノイズコントロールボタンは別になっています。カラーバリエーションは5色、スペースグレイ、シルバー、グリーン、スカイブルー、ピンクの展開。重量は 384.8g、付属するスマートケースは 134.5g、ライトニング、USB-C ケーブルが付属しています。1回の充電で20時間の再生が可能で、5分の充電で 1.5 時間の再生が可能な高速充電も可能です。と、ここまで概要を紹介してきましたが、どのくらいすごいのかは他の製品と比較しないとわからないですし、そこが一番気になるところですよね。チュクチュク。先ほど価格は税別6万1800円で予約注文を開始していますと紹介しましたが、単純にこの価格どう思いましたか？高いなと感じますよね。ヘッドホンに6万かと思いますよね。6万もあったら皆さんは何に使いますか？6万もあれば大人気の DDJ400 だって買えちゃいますし、当店はお得なセットもご用意していますので、スピーカーなども予算内で抜群の環境が整います。6万もあれば PS5 や Nintendo Switch、 GoPro などを買ってもお釣りが来るくらいですね。Twitter でもこの価格が話題となり、例のソニーのヘッドホンを押す声が多かったようです。その例のヘッドホンというのがソニーの WH-1000XM4 です。史上最高のワイヤレスヘッドホンと呼ばれるソニーの WH-1000XM3 の後継モデルにあたります。価格コムの注目度ランキング1位、人気売れ筋ランキング1位と上位に君臨し続ける大人気製品です。
気になるソニーの WH-1000XM4 の価格は約34,000円ほどとなっています。なんだかちょっと安く感じませんか？しかもシチュエーションごとにモードを自動で切り替えできるアクティブノイズキャンセリングや外音取り込みモードなど AirPods Max が持つ機能を備えていながらこの価格なんです。Twitter 上では AirPods Max と WH-1000XM4 の簡易的な比較表も話題となりました。当店でも独自に比較し、同じく人気製品であるシュアーの EONIQ 50と比較してみました。なぜシュアーの EONIQ 50なのか。ヘッドホンの音質を左右する要素として、形状、ドライバーサイズ、インピーダンス、この3つがあります。まず1つ目、ノイズが入りにくく音楽に没頭したい方には形状として密閉型をおすすめしています。そして2つ目、ドライバーはイヤホンやヘッドホンの心臓部であり音を出す部分です。このドライバーサイズが大きければ大きいほど高音質になります。高音質とは言いましたが、音の感じ方は人それぞれですよね。 DJ さんであれば低音を重視している方や、聞く音楽ジャンルの違いもあるので、シュアーの EONIQ 50よりこっちがいいとおすすめがある方はぜひコメントで教えてください。話は戻りまして、ドライバーサイズは大きめのものを選んでおくのが無難といったところになります。そして3つ目、インピーダンスです。スピーカーの持つ電気抵抗のことで、オームという単位で表されています。この数字が大きければ大きいほど抵抗が強い、イコール電気が流れにくく、この数字が小さければ電気は流れやすいといった意味になります。電気が流れやすいとか流れにくいとかちょっとわからないですよね。もっと言うと、このインピーダンスの数値によって音量とノイズが変わるんです。インピーダンスが小さい場合、抵抗が小さい、イコール電気が流れやすい、つまり音量は上がる、ただしノイズが増える。インピーダンスが大きい場合、抵抗が大きい、イコール電気が流れにくい、つまり音量が下がるけれどノイズが減るといった違いが出てきます。家で静かに音楽を楽しむならインピーダンスが高いもの、周囲がガヤガヤした屋外で使うならインピーダンスが低いものといった選び方もできます。アップル新製品発表後の恒例となっていた予約したという投稿も AirPods Max は少ない印象があります。音質面で判断するなら、同価格帯など他の高級機は上位のコーデックでより良い音質で転送されています。 AirPods Max は AAC、SBC のコーデックに対応となっています。ただ話題の新機能である空間オーディオによって映画館さながらの臨場感が味わえるのは魅力的ですよね。見た目が話題のスマートケース、充電ケースは本体を収めると超低電力状態に切り替わり、バッテリーが長持ちするそうです。電源を切るということができない仕様のようで、これを心配懸念される方もいるかもしれませんね。販売台数ランキングで首位を獲得するなど AirPods シリーズが高い評価を得ていることから、もちろん AirPods Max の完成度に期待しています。実機を触ると印象がガラッと変わってレビューが好転するかもしれませんね。シリコンマックもあらゆる方が実機レビューし、評価が好転していました。想像を超えるベンチマークを出していたことに驚きがありました。今回はどのような逆転があるのか楽しみですね。今後実機を手にする機会があればぜひ使ってレビューしたいと思います。チュクチュク。これが知りたい、あんなことをやってほしいなど、質問や感想など今後の動画作成の参考にさせていただきますので、コメント欄にぜひお願いいたします。 Twitter、Facebook、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。新製品の情報や使い方、気になる人気製品との比較、違いなどたくさん発信しています。もちろん各 SNS でいただいた疑問や相談、リクエストなどのコメントには必ずお返事をしていきます。返信までお時間をいただく場合もありますが、気軽にコメントしてみてください。 LINE の公式アカウントでは、これから音楽を始める方へのご支援としてクーポンも配布しております。お買い物の際はぜひご使用ください。最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた次の動画をお楽しみに。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。